こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は鶏の胸肉がパサつかずしっとり美味しく食べられるトマト煮込みをご紹介します。熱々でも冷やしても美味しい煮込み料理ですが、とにかくびっくりするぐらい胸肉が柔らかくなりますので、ぜひお試しください。まず鶏胸肉は皮を取ります。キッチンバサミで余分な油を切り取ります。薄く筋の入っている部分にハサミを入れて半分に切ります。同じような大きさになるように繊維に沿って4等分にします。それぞれをできるだけ断面が大きくなるように繊維を断つようにハサミで切ります。厚さは5ミリから1センチくらいで、同じ厚さになるように切り揃えてください。切った鶏肉に塩を加えてしっかり揉み込みます。塩のザラザラとした感触がなくなるまでよく揉み込んでください。ここで塩を揉み込むことによって、鶏肉の余分な水分が抜けて、プリッとした弾力のある柔らかい肉になります。このまま5分置いておきます。ニンニクをみじん切りにします。縦と横に切り込みを入れて切ると、一気にみじん切りにすることができます。切ったものはフライパンに入れておきます。トマトはヘタを取って1センチ角に切ります。ゼリーの部分も捨てずに全部同じくらいの大きさに切ってください。大きめが好きな方は大きめに切っていただいても大丈夫です。5分経った鶏肉に片栗粉を加えて全体にまぶします。このように片栗粉がなくなってしっとりした状態になりますが、これで大丈夫です。フライパンのニンニクに食用油を加えて中火にかけます。ゆっくりとニンニクに火が通って油に香りが移っていきます。ゆっくりと炒めることでニンニクの旨味がよく出てきます。いい香りが立ってきたら鶏肉を入れてフライパン全体に広げます。この時は炒めずに焼き付けるように鶏肉を広げてしばらく置きます。半分が固まったら上下を返して焼き付けます。全部白っぽくなったらトマトを加えて強火にします。トマトの水分が一気に出てくるので、飛ばすように炒めてください。たっぷりと水分が出てきたら、味を見て醤油を加えます。洋風にしたい方は、ここで醤油の代わりに塩やハーブソルトを加えてください。トマトが半分くらい溶けてソース状になったら出来上がりです。
ご飯にもパンにも合うトマト煮込みですが、冷たく冷やしてそうめんにかけたり、スパゲティのソースにしたり、温かいご飯にかけても美味しく召し上がっていただけます。青じそを添えて混ぜながら食べると美味しいですよ。バジルや他のハーブもおすすめです。鶏胸肉がパサつかず本当に柔らかくしっとりしています。ぜひ夏の一品に加えてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。